前科3番893番ちょいき太郎です。はい、この画像何だと思います？川なんですね。まあ、次の画像に行きますと、ちょっとねこれ川なんですけど、海に近いのかな、波みたいな、これ多摩川なんですね。あの由比ガ浜さんのご遺体がスーツケースで、多分この辺りなんじゃないですか、にあったと言われる場所ですね。はい、これなんです。神奈川県川崎市、あのなんと宅建太郎さん、そしてヒロ君さんがね現場に行ってきたそうですよね。配信のためならもう自分の命も、そんな男でももう末恐ろしいなと。はい、でこの宅建さんもですし、ヒロ君さんも言って驚愕したのは、そのご遺体の現場に花一つ、お水一つ、飲み物一つなかったそうです。でそこに、まあ、そういう風にしてきたそうなんですけど、なんか悲しい感じがね、あの不安はほぼほぼアンチって言われてね、由比ガ浜さんのアンチって言われてるけど、あ、そうだったのか。まあ10年以上配信、まあ YouTube じゃないけど配信者としては全然大先輩で、長くやっていた人の最後がこれかと、窒息して首絞められたのか、なんか死んでスーツケースに入れられて川に捨てられるね。でね、これここだけ見るとなんかすごいあの寂しい感じなんだけど、もう一歩この、あの反対側っていうと、交番もあったりホテルもあったり、いやこれは別になんか私もあれですよ、なんかそんななんか人里離れたとこがあるのかと、川崎にと思ったんで、違いますよこれ多分。だからカメラとこもありますから、こういう堤防沿いに入ってくる侵入路の車を抑えれると思うんですよ。っていうかガラガラ引っ張ってくることはありえないので、ここのところまで、ここの川のほとりまでは車で来てるはずなんですよ、近くまでは。なのでそれはもう多分交番の前を通ってるってことは防犯カメラもありますし、割と河川のとこってカメラ置いてあるはずなんですよね。なのでもうこれは警察の手もそろそろじゃないのかなって思います。だからこういうのはちょっと不安なんで、あの私もこれは由比ガ浜さんとはやり取りはなかったですけど、まあね、こういうふうに配信してる、あのジャンルは違えども、やっぱりどういうことがあったのかな。いや、いくらなんでも、いくらそれは悪いですよ、悪いですけど、どうであってもこういう殺され方、まあ一部の人は自業自得っていう風な見方も、そういうことをすればこうなるのかっていうこともあるのかもしれませんが、ちょっとこれは気になる方はサブチャンネル見ていただければあれなんですけど、じゃあ金銭絡みなのか怨恨なのか、はたまたこの不安のね人とのねやり取りの、なんか本人が何かそれにらしい、この匂わせるような発言もしているんです、ここに関してですね。ここがやっぱり気になるところなんですね。でこの由比ガ浜さんが、まあ前の動画でも言ってましたけど、うなちゃんまんさんとね、こののバトルやり取りが話題になって世に出たわけですよ。そこで暴力団住吉会の相談役だって言っても、私もこれ改めて聞きますけど、うん、それはないなっていうそうなんですよね、それは違うだろうなって、でもそこで言うことではないなっていうふうに思ったりもしてましたけど、まあ本人はこう由比ガ一家ってね、こう今バンと出てるかな、画像こういったなんかそういうグッズを作って1000ぐらい作ったんだけど、ほとんど売れなかったっていう。ただこのファンを大切にしていたっていうことはあるみたいなんで、アンチだろうがなんだろうが、そのコメントは綺麗に読み上げて拾っていくっていうスタイルだったみたいです。っていうかほとんどアンチなんだから、アンチのコメント拾わないとまあ成立しないっていうのはあると思うんだけど、で配信だけでは食べられないんで、投げ銭やオリジナルグッズの販売などでやっていたっていうことなんですね。で X に次のような投稿していたっていうのがあるのは、とりあえず無事です、子さんリスナーの裏切り、疑心暗鬼にもなっていたが、今回ばかりはいろいろとありすぎて本当に疲れたわみたいなことを言っていたっていうことなんで、まあちょっと詳しいことはねデイリー新書見てもらえればっていうことなんですけどね。え、明日は我が身、俺も明日は我が身、誰だ、誰が来るんだ、用心しないとな、もう姿出しちゃったし、もう今更もう遅いよね、そういうことあるよね、やっぱり V でやっとくのがいいのかなこれね。はい、ちょっといろいろ考えさせられるね事件でした。以上です。